ヤバすぎる仮面ブックメーカー東証券証お疲れ様です。3級ベット結果報告です。本日は3ベット1862円のプラスでした。17時から狙っていた試合が23時変更になってしまったので、まあ3ベットでいいかと、まあいっかですね、ということで、今回いただいたのが123と904円488円470円1862円で3戦3勝でございます。そしてなんとなんと、今日ドリア火星の熟成さん S さんから結果報告いただきましたのでシェアします。確実に吉谷チルドレンたちが結果を上げているので楽しみです。吉谷チルドレン、はい、ということで、吉谷チルドレンの結果報告、いきましょうか。今日のブックメーカーの投資の検証は16戦14勝1分け利率 56.8%、 あ、結構やってますね。今日ね、今までのトータルは169戦148勝19敗なかなかいいですね。2分けでした。和地さんからアドバイスをからのアドバイスで全損しなければプラス収支になるをいただいて、改めてなんとかのルールを再確認してベットしました。投資前のルールの徹底の重要さが再確認できました。ありがとうございます。私の日々の結果を興味ありそうな知人に LINE で発信してたところ、とてもブックメーカーに興味持ってぜひやってみたいという心が動いたようです。できる限りギブしていきたいと思います、ということで、素晴らしい、はい、発信の方もしてるみたいでいいですね。はい、良かったです。あのドリームアカデミアの方にも、ブックメーカーのですね、ノウハウっていうのを入っています。こちらですね、鷲津さんの、はい、ブックメーカーのノウハウ、これをやって、まあ結果出てるということなんですけれども、良かったです。はい、ただドリームアカデミアはね、あの入れないっていう方いらっしゃると思うんで、このね、なんだ、今回その4月15日に、5000円でセミナーやりますんで、そこでこの手法ですね、こちらの手法を公開しますんで、まあこれに興味ある方はぜひ参加していただければなと思います。5000円で学びたい放題でございます。聞きたい放題でございます。ということで、4月15日鷲津誕生日記念日セミナー in 48億を福岡博多でやります。必ずお越しください。